フォトショップをバージョンアップしたら起動しなくなったのですけどベータ版を使っているからそういうこともあるのかもしれませんが一流企業のやるようなミスじゃない気がしますツイッターの動きを見ても最近世の中の動きがおかしく見えてしまいますらんは新しい展開を迎えていますが田辺教授の弔いのためにもう一回だけ 田辺教授のお話を田辺教授は良くも悪くも人間味にあふれたキャラクターでした史実とは異なる人生を送ってほしいと願っていたため彼の死を聞いて残念に思いましたそして彼が万太郎に蔵書を送るという意思を聡子さんに伝えていたことを知り胸が熱くなりました 里子さんの気丈さは救いとなりましたね初登場時には女学校を辞めたばかりでただ夫に付き従うだけの女性でしたがドラマの中で大きく成長し明るく振る舞える姿に感心しました去る人がいる一方で矢野助が登場し万太郎にとって重要な存在になっていくことでしょう第104話のあらすじです 三重の両手に、岩崎弥之助や、陸軍大佐の恩ンダがやってくる。人気芸者の菊千代も呼ばれて、大盛り上がり。岩崎は、菊を持ち寄って、菊比べをしようと提案する。一等に選ばれた菊は、岩崎が高値で買い上げるというのだ。末子たち、店の者も参加できるとのことだが、その頃 万太郎は末子の発見伝が七に入れられていたことを知る